武士がおるぞ。え？はい、というわけで、どうもこんにちは、マッキーです。今回もゴースト・オブ・ツシマ続きからやっていきたいと思います。前回はですね、タカさんがお亡くなりになってしまいまして、私ちょっと実況中泣いておりました若干泣いてましたね。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。あ、本土の人か。よくぞ対馬まで。火球の時ゆえに下踏みが届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。はい。この戦に加わり藩を討ち、蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。そうです。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。はい。その後志村殿のところへ。あ、で今回やるのは志村の城をね、奪還しようというお話になっておりまして、それでまあ第2部の最終決戦なんですよね。でこれ前回も言ったんですけど、前回のはちょっとメンタル的に、あー、ユナさん、いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。ユナ少しは休めたか。やばいなこれ。マサコ殿みたいに復讐に取りつかれるぞ。すまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。いや、ダメだって。そこまではみんな生きて。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。ああ、他の仲間に会え。さあ、全員と話してからかな。ないな。地頭様がやり方と誰だっけ。力を落としてらっしゃる。石川殿とか政子殿とか、その辺にも先に喋っておきたいな。よく見て。あ、ケンジ、ケンジじゃん。ケンジ、前回はタカと話してたんだけどな。よく働いておるな。誰も怠けてないか。足がしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて酒の匂いで酔いかけたケンジ相変わらずだな。タカのことを今から聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならあっしも精を出さなきゃね。うん。ケンジはタカとね、まあちっちゃい頃から一緒だったわけだしな。石川先生か。先生、本土の武士に会われたのですね。うん。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは。申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。もう子供を船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。一月か。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。はい。で、マサーコは石碑には傷一つつけてないんだな。和田貴様の石碑を壊そうと思う不届き者がいるもんか。マサーコはいないだろうけど。あ、え、酒井様。あ、これあれか。ノリオ。ノリノリノリオ。新山の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。あ、そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。ノリオ、サブストーリーやってないからなあんまり、なんだろう、あんまりなんか親近感がまだないですねやった方がいいかな、やっぱり。助かったぞ。
御仏のご加護がありますように。後で自分でやっとくか。ああ、板政子殿。どうも。戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川。この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。頑固か。あなたには及ぶまい。おお、言うね。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのは、お主の働きのおかげだ。おぞす。答えねばなりませんね。私も励まねば。いやー、俺雅子さんのサブストーリー早く続きやりたいですよ。姉上の話ちょっと聞きたいもんな。よし、行くか。小賀さん。小賀殿、おじ上の所在は丘の上でお待ちだ。道中小賀家のものでお守りして神勢を。痛み入ります。別に守ってもらわなくても。ああ、ここから長い物語が始まりますと。このまま続きますか。はい。ハーンを待たせる気はありません。さようか。長いってどれぐらい長いの。どれぐらい長いんですかね。1時間2時間お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロードと武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、まやかし本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、志村お月です。神里上におる。上か。あ、そこの下のやつじゃなかったか。上か。はいはいはい。上。ほい。志村ぞー。おお、頭すごいね。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて、寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。わかりました。そなたに志村家を譲る上申が認められた。おお。おお。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。おお。でもそうなると槍川の人をちょっとなんかあんまり。ありがたく存じます、おじ上。槍川の人的には、今日はおじとおいとして戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう。はい。父と子として。おお。槍川から反乱来そうだけどな。これは志村の木か。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手ごわく恐ろしい。なんでこいつら捕まえた時に陣をやらなかったんだ。今我らにある。思えばね、対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、猛虎どもを対馬から打ち払う。もう明らかに、だって最初の戦いは80だったけども、それ以上いるもんね。明らかに多いもんね、数。志村殿に陣の道、対馬の行く末、行けー。なんで攻撃できないんだ。出す。皆殺しだ、皆殺しだ。おじけつくな、戦え。クロードの方。
敵いいぞ鳥ぼち玉強すぎる。よし押し進め押し進め決定が来るぞ。視野一冊はいよいしょ甘いあ甘いクロードの方皆の者を切れ捨て甘いダッシュ人殺し兄上の敵だみんな頑張れめちゃめちゃ強いなこの軍俺たち強いぞおおすごいなんだこれあれかあの門を壊すあれかアルスラー戦士とかで見たことあるぞうわーちょっと大丈夫か進めくないはい。大将様、片付けください。抜けるなよ、ノリオ。ノリオ。いいね、なんか味方とのあれ石川先生ってどこ行った？ボッコボコにしませんか？結構。結構ボッコボコだね。あれは水の方。おいしょ門をこじ開けろ強えなみんなみんな強えなさあそろそろ弓を使っていきますか囲まれてしまうぞ囲まれてしまう意外となんか何もしなくても勝てそうじゃないかあここは風の方でこいつは水の方ほいほいほいよし、来ないもらってほいで、こうであ、これはいけるんじゃないだーいいね、いいねほいほい、まさこどんどこいんだいくらー待って待って弓の兵はちょっとずるいねよしよしまだいるんかいなんかひどい声の人がいるんだお前が先駆けを務めろ奇策があるやもしれんはい先駆け俺が先駆けですかわかりましたここ第一陣やらせんのえんここじゃないのはいはいごめんなさいごめんなさいそういうことね失礼しまーすなんかいっぱいあんねそんなになかったわお来たテムゲっぽいやつ逃げたのめこの門は決して開けんぞ甘いふきゃクロードだ強っ地球増強ども強すぎないかジン何をしておる道を開けとかような手を使えと命じたか誉れある武士であることを忘れるなこれでは鬼だあやつらは猛虎ですいや後ろめちゃめちゃ鬼なことしてますけどブムは恐怖ではないぞどうしようあれだいやヒヤだヒヤこれ自分にて志村の木にやるのこのままでは進めない堺お前が策を練れあの兵器を壊すんだ、はい、武士らしくわしはここにとどまり矢面に立つとどまり隠れてってこと離れるなどうすんのこれヒヤリを奪え
急にもう なんだこれ、この白いやつは何、あ、ここにいちゃダメってことか、あぶれ、おい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 、いた、くそ、なんか敵多くね、振り持ち玉爆破の連打だ。でこれで上に行けばいい、登れ、こんにちは、あ、まだもう一人いらっしゃったんですね、やこんにちは、左を奪った、進め、よし、これ使えばいいのか、方向狙え、いっそだ、もうこの部屋よ、あ、これね、はい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 、もうこの部屋よ、さよなら、もうこの部屋よ、いいねいいねいいね、これはすごいぞ、かわいそすぎるわ、クロノ様に続けだってよ、やばい、ユナももうなんかもうマサコみたいになってきて、甘い、いやー、これはすごいですね、これ前は船撃ってたんだけど、もうなんかもう人撃っちゃったらなんかなんか良くないな、オッケー、オッケーかな、あー、違う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 、もういいんです、下に降りたい、恐怖を味方にしたから敵を倒せた、志村様は間違ってる、考え方を改めねば、死者は増える一方だ、この戦ができたのもあんたが動いたからだ、志村様じゃないよ、始まったばかりだがな、おい、いやー、これさ、刺してんのは別に誉れ、誉れなの、あー、まさこだの、やりましたね、猛虎勢を押し倒るぞ、クロードの方、いや、もうやる前からみんながやってくれるんだよな、よいしょ、猛虎にかける情けはないぞ、さあ、なんか技ないか、煙玉いらんよ、いた、ちょ誰お前、あー、なんだよ今の結構殴り殺しなんだよな、結構やってることエグいと思うけどな、おい、いた、やつ誰お前、結構やってることはね、あんまり猛虎兵と変わってないですね、やっぱ誉れってなんかもうもはや心の持ちようになってるんで、陣を組め、はいはい、行け、橋まで進むぞ、おのおの橋へ進め、島を守れ、さあ猛虎を海へ押し戻せ、一人も残すな、アレツヤ使いたいけど、なんか敵の状況がよくわかんないんだよな、もう一発のやつか、よいしょ、ちょっと見方がわからない、このランセ、ほらフライナップ、ダッシュ、闇討ちこれ闇討ちってレベルじゃないけどな、矢はどこから、あ、まだいるんかい、あっちち、完全に流れ弾、それこれは水だからいいんだよな、門をこじ開けろ、よし、高い、上から矢を降らせるぞ、はい、助太刀を頼む、任せたりな、助太刀を頼むか、うわー、これなんかやっぱ品物いっぱいあるんじゃないのか、物資何も回収してないけど、
回収しないでいいか。やっぱ回収できるの回収しておきたいな。よしもう行こう。やっぱ多いよね、明らか80以上いそうだけどもな。さあ行きますか。ジン、橋を見ろ、敵が引いておる。ハーンが敗走を許すなど何か妙です。橋落とすんじゃないか。やっぱりか、これ馬を犠牲に。歯えぐいな。ああ。お、爆裂やつやばいんじゃないか。やってしまったー。原因俺だー。なんということだ。どうして行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。いや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 、本当もう心持ちだけだって誉れって言葉。修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのです。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。うわこれ仲たがいしそう。さすがにな。あ、え、終わりか。陣の道、対馬の行く末。お、噂広まる。対馬のクロードになった。よし、対馬のクロードってこれで終わりなのか。もしかしてもうその最大限いったのかな。転倒の5分、取り持ち玉を使うと全ての敵が転倒する。強っ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。ああ、出る。ジン、もう結構です。ジン、うわこれはでもな、どうなんですかね。いや、陣としてはまあ民はね殺したくないでしょう。民を守るために武士がいるわけであって、それで必要な犠牲だっていうのはどうかなという話ですよね、陣としたら。でもなんか志村殿は、まあ、武士としての戦い方があると。うおー、マジか。ケンジかこれ。ケンジ、何をしておる。怪我人のお世話です。でも強い酒を飲ませることしかできなくて。腕を失った人をどうやって慰めたらいいんでしょう。知りたいな。タカならうまく慰められるのに。タカか、うん、生きてて欲しかった、うん、そうだな。お前も休め。そうします。ユナと話せか、闇からの使者。その前に他の人と話すか。大丈夫か。マサコ殿、ご無事でしたか。運が良かったのだろうな。息子を見送れなかった償いに最後までこの若者たちの世話をしてやろうと思っておる。おお、
お重屋は朝方追い打ちをなさるおつもりです。何か策をお考えなのだろうか。若いのが傷つくのは見るに耐えない。そうですよね。なすべきをなせ、いつでも力を貸す。政子的には陣側についてくれそうな感じだけどな。あと石川とのりちゃんか。石川のりお石川のりおはいるか。ああ、のりちゃん悲しんでいます。ああ、これやられた人か。のりお、お前の身案じておった。無事でした。私は九州に一生を得ましたが、多くの犠牲が出ましたね。そうね。城を奪い返した後に丁重に弔ってやろう。勝機はあるのでしょうか。勝機は必ずある。望みを捨てるでないぞ。もちろんです。よし。で、石川殿はここか。息を吸い、続けておれ。先生、壊れた橋の修繕を待ち、朝方出陣します。ハーンの肝を冷やそうというわけか。たじろげば多くが死ぬことになるでな。他の手もあるはずです。どうせ志村殿のお怒りを買うものであろう。民の命を救うものです。思案を重ねて動け。ご異論が。そうは言っておらん。石川はどっちかっていうと、まあ志村寄りなのかな。まあ今までの武士だもんね。だからそんな感じか。よし、じゃあ今回はこの辺にしますか。また次回で、完全にユナ奪還作戦。ユナ奪還志村城奪還作戦を終わらせますかね。そういうわけでいきましょう。ここから長い物語って言ってたけど、あんまり長くなかったな。というわけで、今回は以上となります。また次回よろしくお願いします。それでは、またね。